アメリカ海軍で利用される VR パラシュート訓練機、バーチャルリアリティとは、現物、実物ではないが機能としての本質は同じであるような、環境を、ユーザーの互換を含む感覚を刺激することにより、理工学的に作り出す技術及びその体系。略語として、VR とも、日本語では人工現実感あるいは仮想現実と訳される。古くは、小説や絵画、演劇や、 テレビなども程度の差こそあれ、VR としての機能を有している。バーチャルリアリティは、コンピュータによって作り出された世界である、人工環境、サイバースペースを現実として知覚させる技術である。時空を超える環境技術であり、人類の認知を拡張する。コンピュータグラフィックスなどを利用して、ユーザーに提示するものと、現実の世界を取得し、 これをオフラインで記録するか、オンラインでユーザーに提示するものとに対別される。後者はユーザーが遠隔地にいる場合、空間共有が必要となり、テレイグジスタンス、テレプレゼンス、テレイマージョンと呼ばれる。後者は 5G との連携で一層実現しやすくなると期待されている。ユーザーが直接近くできる現実世界の対象物に対してコンピュータがさらに情報を付加。 提示するような場合には、拡張現実や複合現実と呼ばれる。現実と区別できないほど進化した状態を表す概念として、シミュレーテッドリアリティやアーティフィシャルリアリティがあるが、これは SF や文学などの中で用いられる用語である。商用化としては、1990年代初頭の第一次 VR ブームが技術的限界から、 画面表示のポリゴン数や解像度が低く、センサーの精度が低かったため利用者の動きと画面描画のズレが起きて酔いやすく、VR 機器の値段も非常に高価で普及に至らず失敗に終わった。その後、2010年代初頭の第二次、VR ブームが起きてから商用化が進んだ。iPhone が登場した2007年からのスマートフォン開発競争で、 モバイル CPU のみならず、センサーの小型化や高精度化と低価格化まで達成されたことが第二次 VR ブームを成功に導いている。スタンリー・ジー・ワインボームによる1935年の短編小説ピグマリオン・エス・スペクタケルズにゴーグル型の VR システムが登場する。これは、視覚、嗅覚、触覚の仮想的な体験をホログラフィに記録して、 ゴーグルに投影するというシステムでバーチャルリアリティのコンセプトの先駆けとなった。アメリカ陸軍の VR 射撃訓練装置現代のバーチャルリアリティは3次元の空間性、身時間の相互作用性、自己投射性の3要素を伴う。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、前提感覚、体勢感覚など多様なインターフェースを利用する。VR ゲームの分野では 良い対策のガイドラインがある。現時点で実用化できるのは視覚と聴覚のみであり、操作はコントローラで行うことになる。肉体で操作することもできるが、本質的には変わっていない。フィクション作品のように意識も肉体も完全にその世界に入り込むことは実現のめどが立っていない。また、現実世界よりも体感時間を遅らせる理論も提唱されていない。 バーチャルリアリティの技術を構成する要素には、コンピュータ科学、ロボティクス、通信、計測工学と制御工学、芸術や認知科学などが含まれる。また、その応用は、科学技術における情報の可視化、ソフトウェアの構築、セキュリティ、訓練、医療、芸術などと幅広い。例えば、VR に関する IEE や悪夢の、 国際会議などでは次のようなセッションが準備されている。バーチャルリアリティはもともとシュルレアリスムの詩人、アントナン・アルトーが造語した芸術用語であった。現在のような意味では、バーチャルリアリティの父と呼ばれるジャロン・ラニャーラが普及させた。本来、英語のバーチャルは、本来、厳密には異なるが、ほとんど同様のという意味であり、コンピュータ関連の文脈においては、 物理的には存在しないもののそのように見えるという意味で用いられ、バーチャルリアリティは、その一例である、多分野であるが電子工学用語の仮想設置という、用語の英文は、バーチャルグラウンドと呼ばれている。実際に設置されているわけではないが、理屈上設置しているという概念である。バーチャルリアリティは、例えば、人間が行けない場所でのロボット操作などの応用や、コンピュータ上の作り出す。 仮想の空間を現実であるかのように知覚させることなどに使用される。現実の光景に様々なデジタル情報を重ね合わせて表示する技術の拡張現実とは異なる。他方、仮想という言葉は本来は仮に想定することを意味するが、コンピュータ関連の文脈においては、蒸気のような意味におけるバーチャルの訳語として用いられており、そのような意味で、 バーチャルリアリティは仮想現実と訳されることがある。バーチャルという概念が中国に存在しなかったため、それを表して季節な一文字の漢字及び二文字の熟語が存在しない一方で、現在使われている仮想や虚は誤解を与えかねない訳語であることから、東京大学大学院教授の間は2005年の日本バーチャルリアリティ学会第10回大会において、 バーチャルリアリティの訳語として、現実という語を提案した。はこのために提案された告示で、立身弁に実ると書き、実、または、バーチャルと読む。10歳未満の子供が、VR デバイスを利用して写真になった症例が、過去に1件だけ報告されている。幼少期は、目の筋肉や視力が発達途中で、大人よりも悪影響を及ぼしやすいとされる。ちなみに、 立体細胞は6歳までに形成され、同行間距離については10歳頃までに発達するため、VR デバイスの業界標準では、対象年齢13歳以上など、保守的な設定となりつつある。VR の映像によって、VR 酔いを起こし頭痛や吐き気を催す。PlayStation VR では健康のための注意として、映像上の光の表現によって、痙攣や、 意識障害などの発作が起きることがあるとしており、頭痛、めまい、吐き気など体に不快感を感じた時はすぐに使用を中止して治らない場合は医師に診察を受けること等を注意をしている。VR 酔いはなぜ起こるのか完全な解明はされてはいないが、視覚系と前提系の間でミスマッチが生じることではないかとされている。開発側でもこれらの問題が認識されており、 不快感を軽減するため視点の移動速度やゲーム内の重力を調整するなどの対策が行われている。2016年は VR 元年と言われ VR がブームになるだろうと期待されていたのだが VR 元年から1年が経ち蓋を開けてみると VR ヘッドセットの売り上げが伸び悩んでいる。調査会社のスライブアナリティクスが VR ヘッドセットの購入を考えていない理由を 聞くと値段が高くコンテンツが少ない乗り物酔いになりそうなどの回答があった。中でも一番多い回答が単純に興味がないで53%だった。中国では VR スタートアップの9割が倒産したと中国のメディアが報じている。ありがとうございます。